左中間に飛んでいる、どうだ、真ん中に落ちる、熊谷いいスタート来ている、もう三塁回った、ホームに帰ってくる、追いついた森下、左中間突破、タイムリーツーベースヒット、3対3同点です。早いですね、早いですね、はい、別にその今なんか外野手としてはミスしたわけでもなく、まあ、いやどちらかというとやっぱりこの京セラドームというのはバウンドが跳ねるので、はい、その分ですよね、はい、ちょうど警戒も中日サイドはしてましたし、加速がすごいですね、途中からもうバウンドが落ちてくるのが遅いんですよね、そうですね、はい、ここから早い、本当ですね、足を見せつけた、そして打った森下、左があれだけ合わなかったからワンポイントかなと、ワンポイントってね、右の森下の時にもしかしたら変えるかなと思ったけど、はい、良すぎたんでやっぱり中日サイドからすればいったんですかね、うん、